おっしゃ、来た。シャッター来てもちょっと小ぶりだけど、シャッターに元気な中流バスくん、いいっす。おくた、よし。サイズは小さいんですけどね、竿を柔らかいのに変えたら、このちっちゃいサイズでもね、バッチリ乗るようになりましたよ。よいしょ。ツインテールリンガーを新しいのをつけて、引き続きで、シルエットがくっきりはっきり出るように、今度は茶色のツインテールリンガーをつけて巻いてみたいと思います。なもんかな。暑い夏だと川筋に餌食えないかなーって登ってくるバスがいて、あんまり普段はなんかニュートラルな状態で食わないけど、なんか雲がかげったとか、あとは風が吹いたとか、そういうタイミングで追っかけ回してるんですかね。なんかポロッと投げてると急に釣れるようになったりするんで、こんぐらい腫れ上がっちゃうとやっぱきついかね、うん、さっきやっぱ雲がかげってた時にバタバタって2匹あっという間に釣れたからね。ちょっと風がツーッと通ってね、うん、そういう感じだよっしゃ。あれ、何だった？何投げてんの？下田が。おお。こすって切れてるか。沖のたつきにそっと落としてたんだよ。お、当たった。よし。チャター。沖の深いところの中層に。おお、今日一。おっしゃー、いいサイズ。おいしょー。チャター。いいね。はい、もう、40アップですかね、こりゃ。こう40は超えてるんじゃないかな、ちょっと測ってみようかと思いますけど、またチャターベイトで、でジャックハンマーにツインテールリンガーのセットでまた1匹来ました。じゃあ逃がしますね。